アキレタ刑事は1987年10月から1988年3月まで日本テレビ系列で放送されたセントラルアーツ制作による刑事ドラマである。放送時間は毎週水曜20時20時54分。全クールまで放送されたヒット作品危ない刑事に続いてセントラルアーツが制作したアクションドラマであり、警視庁が 極秘裏に設置したセクション、特殊強行犯捜査課の潜入捜査官、内海報道と裏社会に通じる謎の相棒、黒木達夫の活躍をコミカルタッチで描いた。マイアミバイスの演出手法を取り入れ、ロサンゼルスでレコーディングされたサントラには、デビー・ギブソンやビル・チャンプリンなどの大物ミュージシャンを多数起用した。また、 公営当時日本テレビ出版部から刊行されたノベライズでは大幅なアレンジが加えられており、メイドロボットマドンナが登場するなど SF に近い設定が盛り込まれている。系列は当時の系列。撮影許可などの都合もあり、同じ日本テレビセントラルアーツ制作で1986年にロケが行われた危ない刑事での撮影場所と一部重複している。協力。 松山市観光課、菊間町商工観光課、東予市商工観光課、愛媛日産自動車当時、愛媛県内の日本テレビ系列局である南海放送では、ロケ撮影を紹介するミニ番組が制作されたり、ローカルニュースやラジオ番組でもロケに関する事柄が取り上げられた。ありがとうございます。